双葉堂。お父さんは私が東京に戻るとき、決まって双葉堂のカステラをお土産に持たせてくれた。もっと流行りのお菓子がいい。学生の頃はそう思ってた。結婚して子供ができて新しい家族と帰省しても、お父さんは相変わらずカステラを持たせてくれた。今は亡きお父さん、孫のたかしもカステラが大好きだよ。小さかった頃、初めて双葉堂のカステラを食べて涙が出るほど嬉しかったんだって、お母さんがそう話してくれた。お父さんの大好きな味、なんだかみんなで受け継いでいるみたい。ふるさとの香りいっぱい、歴史あふれるお菓子、カステラの双葉堂。